私の不変を引き立たせるだけ。やっぱりまだ開けてくれてたんだな。ナビアって本当にいいやつだぜ。連続少女失踪事件も解決したし、しばらくはオイラたちを狙おうとするやつなんていないはずだ。シルバの見張りがなくても安心して休めそうだぜ。いっそのことをここでしばらく休んでくのはどうだ。ほら、ポンテーヌの機械にだってチャージは必要だろ。うん、ここもいいと思うけど。それにオイラたちが居座れる拠点なんてそうそうないぞ。ぐい、わかったよ。その前に読んだ探偵小説の作者が新作を出すんだ。だから早くゲットしてどこかで読みたかったんだけど。じゃあ決まりだな。早く部屋に戻って休もうぜ。朝になったら小説を買うために並びに行くぞ。こんな内容で来るなんてな。探偵小説だけどドキュメンタリーっぽい感じもあって、これはこれで悪くなかったぜ。おいらはただお前よりちょっとばかし多めに寝てただけだぞ。旅人さんとパイモンさんが滞在されている場所はこちらでしょうか。見たことない顔だな。まさか面倒事を持ってきたわけじゃないよな。どうやら間違いないようですね。金髪の旅人さんによくしゃべる妖精さん、スピナディロースラーに情報を聞いて正解でした。よくしゃべる？おいらこれでもだいぶ抑えてるんだぞ。お会いできて光栄です。私はパレメルモニアから来たのですが、ヌビレット様がお二人にお会いしたいそうです。何でも重要なことについて相談したいとか。ヌビレットがか？この前結構話したけどな。もしかしてまた最近何かあったのか？詳細は私も存じ上げないのです。どうかパレメルモニアまでお越しいただき、直接ヌビレット様にお尋ねくださいませ。なんだか嫌な予感がするぜ。それでは情報をお届けする役目は果たしましたので、これにて失礼いたします。おう、ここ数日ずっと引きこもってたから、準備とか片付けを済ませてから向かうぜ。けど、ぼーっとしてたのか？それとも何か考え事か？ああ、君たちをここへ呼びを手配したはいいが、これから話すことについては
まだ少々ためらっているのだ。もうこうして来ちゃったんだし、遠慮しないで言えって。どうせオイラたちにお使いをさせたいとかだろう。確かに君たちに任せたい用事がある。だがまずは事の詳細を聞いてから引き受けるかどうかを判断してくれ。事の経緯はこうだ。状況は分かった。とにかくそのスネージナへの行動、召使いという執行官が君と外交的な面会を従っている、そういうことだな。彼女はもともとフォンテーヌ人だと聞いている。だがこのタイミングで突然フォンテーヌにやってきた挙句、唐突に面会をしようなどと。あくまで私の意見だが、断ることを真剣に進める。彼女の目的は君も分かっているはずだ。おそらく先日のタルタリア殿の件と関係しているのだろう。我々は自分たちの地でスネージナへの執行官を裁いたのだ。そして未だ詳細な報告は出していない。確かにこれはスネージナへが我々に外交的な圧力をかける絶好のチャンスだと言える。思うに合理的な説明の仕方と相応の対応策が決まるまではしばらく回避的な姿勢でいた方がいいだろう。いや、僕は今回の面会は受け入れるべきだと思う。なぜ？ほら、だってそのもともと筋を通していないのは僕たちの方だろ。面会を先延ばしにしたら問題がどんどん深刻になるんじゃないか。例えるなら、あ、ほら、友達同士で喧嘩した時に会うことも話すこともお互い避け続けてたらそのまま友情が終わってしまうなんてこともありえるだろう。現状のフォンテーヌとスネージナへの外交関係は悪くないものだと言えるだろう。しかしそれはあくまでも表面上の友好関係でしかない。友達、だからただの例えだよ、例え。それに今は情報さえ不十分なんだ。直接話し合ったとしても仲直りどころか絶好になる可能性もある。いずれにしたってそこまで深く考えなくていいんじゃないかな。古墳、神の選択とはたとえ一時は歓迎を許すものではなかったとしてもいずれその卓越性が明らかになるものなのだよ。それに面会の時は君もいるわけだろ。何かあったとしても君なら臨機応変に対応してくれるはずだ。法廷以外の場における人との交流は私の得意分野ではない。どうやら君はいささか私を過大評価しているようだ。それに私も面会に参加するなど一言も言っていないが。来ないのか。いやダメダメダメ、一人でなんか行くもんか。一緒に来てもらうぞ。絶対に君も連れて行くからな。フリーナ、よもやこの件について私に言えない事情があるわけではあるまいな。ないない。ほら、僕ってフォンテーヌの水神様で魔人名はフォカロルス。人々に愛され尊敬される正義の神なわけだろ。だからこの件はただ単に僕がそういう方向に進展させたいってだけで、とにかく深く考えないでくれ。今面会の手配をしてくるから。確かに外交的な面会とも言えるけれど、私は今日の面会をただのお茶会だと思っている。あなたもそうだろう、フリーナ殿。フリーナ殿。そうそう、君の言う通りただのお茶会だよ。そうだ、
今日のためにお菓子まで持ってきてくれるなんて感謝しないとね。とても美味しそうだ。実はお茶会をより賑やかにするためにこの人を誘ったんだ。ヌビレット殿、お会いできて光栄だ。私はフォンテーヌ出身なのでね、紹介は結構。尊き最高審判官であるあなたのことはもちろん存じ上げているよ。ごきげんよう。私もお会いできて何よりだ。まずはお二方にお礼を申し上げる。私は公務で忙しい時フォンテーヌを離れることが多いのだが、ハウス・オブ・ハースの子供たちが大変世話になったと聞いた。うん。おっと、何も我が子リネとリネットが無実の罪を課せられた件を言っているわけではないので、くれぐれも誤解なきよう。ハウス・オブ・ハースの子供はよく誤解されてしまう。おそらくそれもファデュイの評判と関係することなのだろう。これはどうしようもないことでもある。近年のフォンテーヌは情勢が安定し、民も豊かになった。子供たちも幸せに暮らせている。この現状は何よりも大切にすべきものだ。壊そうとする者などいるはずがない。タルタリア殿の件で来られたのであろう。うん。どうやら日々多忙な最高審判官のヌビレット殿は、このような社交辞令よりもいち早く本題に切り込むことの方がお好きのようだ。そちらの言う通り、講師の状況を明らかにすることも確かにこの度の目的の一つだ。同じスネージナヤの外交施設として、そしてファデュイの執行官として、私は講師の同僚ということになる。ことがフォンテーヌで起こった以上、我々は互いの代理人として問題を解決しなければならない。私は代理人として講師の身柄をスネージナヤに引き渡すことを要求する。彼の身に起こった出来事については我々もフォンテーヌと共同で処理する責任がある。代理人のルールが適用されるのは判決が執行される前のみだ。現在判決は執行済みであり、我々は解決済みと判断している。申し訳ないが君の要求には答えられない。ここまでストレートに断られるとは。いいだろう。フォンテーヌの法廷における全てのルールを尊重しよう。最高審判官であるあなたを尊重するのと同じくね。では一歩引いてみるとしたらどうだろう。講師の身柄を引き渡してもらう必要はない。ただメロピデ要塞に入り、彼に会って状況を確認させていただきたい。まさかそれすら叶え、それはメロピデ要塞はかねてより自治状態にあり、我々でさえ干渉できないのだ。当然ながら外交問題も口実にはなり得ない。どうしてもあの執行官の状況を確認する必要があるとおっしゃるなら、私から一つ提案しよう。もう召使いが出てきたのか。そういや確かにリネも前に言ってたな、お父様がそろそろ帰ってくるって。あの時はまだリネがハウス・オブ・ハースのやつだなんて知らなかったから、そんな情報無視しちゃってたぞ。ああ、忠告に感謝しよう。それについては私も身に染みて承知している。それから気づいたことがある。こと召使いに関する問題においてフリーナの挙動がいささか不自然でね。あ、もしかしてフリーナは召使いに脅されてるのか。もしそうなら私に説明しない理由はないはず。まして召使いは一体どのようにして神の弱みを握ったというのだ。おお、じゃあ違うか。確かにフリーナはいつもちょっと変だけど、それでも一応神なわけだし。実はこの件について
もう一つ厄介な点がある。ネロピデ要塞内から届いた情報によれば、タルタリア殿は少し前に突然失踪したそうだ。失踪に関する詳細は未だに分かっていない。すでに逃げた可能性も排除はできないだろう。だがメロピデ要塞以外の場所において彼に関する目撃情報は一切ない。メロピデ要塞には見張りがいる上、内部システムも整っている。特殊な場所だということもあり、このようなことが起こるはずもないのだが、おそらくタルタリア殿の失踪には何か裏があるはずだ。彼は君たちの知り合いだからな。司法的な義務を考慮してこの情報を君たちに共有した。じゃあさっき言ってたオイラたちに任せたいことって？ああ、メロピデ要塞へ行き、タルタリア殿が失踪した原因を調査してもらいたい。これこそがあの時召使いに提案したことなのだ。彼女を介入させない代わりに、他の人員にタルタリア殿の状況を調べさせ、詳細な報告を提示すると。召使いは不満そうではあったが、とりあえずはこの提案に従ってくれるようだ。彼女曰く、話は報告が出てからだということらしい。つまり少なくとも時間稼ぎはできたってことだよな。まず君たちはあの執行官とは長い付き合いだという前提がある。君たちにしか見つけられない何かがあるかもしれない。そして次に、メロピデ要塞の特殊性も理由の一つだ。メロピデ要塞ってただのフォンテーヌの監獄じゃないのか？そうずさんな定義をすることはできない。メロピデ要塞はフォンテーヌの司法システムには属しておらず、かねてより自治という形で存在していたのだ。もともとフォンテーヌでは罪人への処罰は拘禁ではなく追放だった。そして現在においても処罰にはその習わしが引き継がれている。つまりメロピデ要塞は一見監獄に見えるが、その本質は追放された罪人たちが集う場所であると定義するべきだ。我々が行うのは監視のために監視を送り、治安維持の協力をする、それだけだ。他の一切について深入りする権利はない。実は私もあそこの管理者とは少々個人的な付き合いがあるのだが、どのような立場であろうと関係なく、私も法廷も調査に直接介入する権利はない。だからオイラたちみたいな第三者にこっそり調べさせたいんだな。いかにも。君たちに偽の罪状を用意するので密かに調査してきてほしい。そうすれば不要なトラブルをかなり回避できるはずだ。というわけなのだが、二人とも私の願いに応じてくれるだろうか？おう、確かにどう考えたってオイラたちが一番適任だよな。よし、しょうがないからこの件引き受けてやるぜ。心から感謝する。この件はフォンテーヌの情勢にとっても至極重要なことだ。それからどうかこたびの行動に関してはくれぐれも内密に頼む。準備ができたらエリヌス島のメロピデ要塞の入り口で落ち合おう。君たちを中へ送り込むための人員を手配しておく。準備って、何をしたらいいんだ？食事や入浴といったことをするといい。メロピデ要塞の生活環境は外とは比べ物にならないはずだ。そっか、罪状は偽物でも監獄に入るのは本当のことなんだもんな。その今さら後悔しても遅いよな。どうか安心してほしい。こたびの行動は君たち二人の時間と生活の質を犠牲に情報を得るというもの。どのような結果になろうと、全て終わった後には法を担う公人の基準、それも最高レベルのものに準じて相応の手当を二人に渡すつもりだ。よし、そうこなくっちゃな。旅人、最高にうまいもんを食べに行こうぜ。一ヶ月はうまいもんを想像するのが嫌になるってくらい食べてやる。もちろん甘いの上がりでな。行くのか？
ついでにこのケーキを持っていくといい。個人的な謝礼だ。何か聞こえたような。スクープの匂いがするわ。匂いは嗅ぐもんで聞くもんじゃないぞ。け、どうしてここにいるんだシャルロット。ああ、それがね、ある事件の目撃者からこれでもかってくらい情報を聞き出そうとここで食事する約束をしてたんだけど、結局すっぽかされちゃったのよ。はあ、落ち着け。私、記者にとってこんなのよくあること。旅人からまた新たなスクープを掘り出せれば食事代くらいは返ってくるかも。おい、聞こえてるぞシャルロット。なんでもないなんでもない。さっき君たちの会話からメロピデ要塞って聞こえてきたけど、まさか何かやらかしたのかな。そんなことないぞ。オイラたちがそこに行くのはただまずい。内緒にするよう頼まれてたのを忘れるところだったぞ。そんなことで捕まったの。まあよく考えるとわからなくもないか。おぞましさで言ったら小さく見積もったって窃盗と同レベルだからね。おいら、そんなひどいことしちゃってたのか。ごめん、おいらが悪かったって。となるとどうやらビッグニュースでもなさそうね。残念だわ。あ、でもまだチャンスはあるかも。君たち、これからメロピデ要塞に行くんだったら代わりに取材してきてくれないかな。それは多分やる時間がないかも。何もそんな難しいことじゃないって。ただ単にメロピデ要塞の管理者と可能な限り接触してみてほしいの。実は彼、フォンテーヌから公爵という名誉市民の称号を授かっているの。すごいでしょ。こんな称号を得られるのはフォンテーヌに多大な貢献をした民だけだから、とても少ないのよ。それにメロピデ要塞はずっと法廷の管轄外にあるから、私たち記者を含めてみんな彼についてほとんど知らない。だから彼に関するトピックを記事にできればきっと注目されること間違いなしでしょ。それはそうだけど、こっちにも事情が。もちろんただではとは言わないわ。今日の食事、私におごらせて。よーし、決まりだな。オイラたちに任せろ。
交渉成立。そろそろ料理も来る頃ね。こんなにたくさん注文したの？予定通りだな。そう、ここがエリヌス島からメロピデ要塞へ入る唯一の入り口となっている。気をつけてくれ。少し後ろに下がるといい。うわー、ここを降りてくのか。メロピデ要塞って海の中にあるのか。水、人々の深海への恐怖、この双方を兼ね備えたメロピデ要塞は囚人を収容し監視するのに適しているのだ。だが安心してほしい、この中は決して恐怖に満ちた場所ではない。下へ行った後、自分たちの目で確かめるといい。そうだといいけど。でも自分が海底にいるって思うとやっぱりちょっと怖いよな。それからもう一つ、前にメロピデ要塞の管理者リオセセリ殿と少々個人的な付き合いがあると言ったのは覚えているだろうか。彼は非常に聡明だ。おう、オイラたちもそいつについて聞いたぜ。公爵って呼ばれてるんだろ。ああ、彼はこの水中要塞における最高管理者だ。たとえ私の依頼で調査に行くのだとしても、彼やその部下たちとの直接的な衝突は避けた方がいい。彼がメロピデ要塞を離れることはあまりないが、決して要塞の内外について把握していないわけではない。知らないのではなく黙認しているのだ。この点については重々気をつけてくれ。では雑談もそろそろ終わりにしよう。こたびの件どうか頼んだぞ。おう、安心しろ。無駄足を踏むつもりはないからな。うむ、マドレーヌ。はっ、ヌビレット様。新たな囚人はこの2名ですね。私がいる以上逃げられることはありません。ご安心を。逃げるもんか。私についてこい。今からお前たちをメロピデ要塞へ連れて行き、それから手続きを行う。海の中なのか。フォンテ
で罪人になるのってこんな感じなんだな。ずいぶん機嫌が良さそうだな。お前たちのような楽観的な囚人は滅多にいない。今日はまた何で降りてきたの？ヌビレット様から直々にこの二人の囚人を護送するよう頼まれた。おそらく他の者には任せられないと判断されたのだろう。はあ、いいな。ヌビレット様みたいに偉大なお方に好かれるなんてさ。私なんかここへ次々にやってくる囚人の対応することくらいしかできないよ。スマイルサービスでも始めてみたらどうだ？もしかしたら業務における評判を上げられるかもしれないぞ。やめてやめて。ここに来る囚人なんてみんなしけた面してるんだから。どうしたらスマイルなんてできるってんだか。それにたとえ微笑んだって囚人たちからすれば心の歪んだサディストにしか見えないんじゃない？確かに一理あるな。よし、引き渡し作業はこれで完了だ。二人ともまずはここで登録をするんだ。もろもろの手続きはマレッテが手配してくれる。はあ、任せて。あんたもさっさと光り輝く世界に戻りなさいよ。旅人にパイモン。おう、合ってるぜ。先に罪状と刑期について確認するからね。君たちの罪状は、神の許可なくスネジナヤの施設が神のために誠心誠意用意した刑期を食し、フォンテーヌにおける祭りごとの中心を短期間の沈黙に陥らせた。刑期45日。ヌービレットがあの刑期をオイラたちにくれたのって、まさか。罪状からして君たちが大事をしでかせる人物であることは分かった。フリーナ様のスイーツに対する愛を考えれば、こんなのほとんど水神暗殺みたいなものだもん。こっちもいい経験になったわ。ありがとう。でもメロピデ要塞に入るための手続きはちゃんと終わらせるからね。あの板の前に立って写真機で撮影するから。うん、いいけど、いい感じに撮ってくれよな。これでよし。あとは別の人が案内してくれるから。生まれ変わる機会なんだし大切にしなさいよ。生まれ変わるってちょっと大げさじゃないか。オイラたちがここにいるのってたったの45日だけなわけだし。お前たちだな、ついてこい。おう、オイラはパイモン、こいつは旅人だ。必要ない、どうせ覚えられないからな。行くぞ。
のお前ってここの看守なのか？ここって何か気をつけておかないといけないこととかあるか？もしかして聞いちゃいけないことを聞いちゃったかな？それに答える義務はない。何の利益にもならん。だから新人は嫌いなんだ。特別許可権のためじゃなかったらこんな仕事断ってたさ。特別許可権？お前らがベースを書くような鬱陶しい新人じゃねえことに免じて少しだけ話してやる。だが次からは特別許可権をもらうからな。ここじゃモラは使えない。その代わりとして使うのが特別許可権だ。こいつはメロピデ要塞のほとんどのものと引き換えられる。欲望も権力も運命さえも。つまりここでしか使えないお金ってことか？そんな簡単なもんじゃねえ。マレッテが言ったようにここにいるやつは全員生まれ変わるのさ。過去にどれだけの富や勢力を有していようがメロピデ要塞では全てを捨ててゼロから特別許可権を稼いでいかなきゃならねえ。全員同じスタートラインに立つってことさ。腐ったれな人生に生まれ変わる機会をってな。これこそが特別許可権の狙いであり正真正銘の公平、本物の正義ってことだ。中には刑期を満たしても外の世界に戻りたくないとのたまう奴らも大勢いる。メロピデ要塞ってそんなとこだったのか。てっきりもっと監獄って感じの場所かと思ってたぞ。この場所についてはいい方にも悪い方にも考えすぎるな。今のうちにこの景色をよく見ておくんだな。もうじき見れなくなる。太陽と久しく会わずにいりゃ恐ろしい深海でさえも親しく感じてくる。重苦しさなんて感じなくなってくるがな。それから俺もお前たちと同じ囚人だ。新人を迎えたのは特別許可権を手に入れるためのバイトに過ぎん。なんで黙り込むんだよ。無料コンテンツはここまで。こっからは有料だ。お前モラじゃなくて特別許可権のことしか頭にないのかよ。そろそろ着くぞ。ここから降りろ。ほらお前も操作してみろ。まるで今までの人生の投影だってか。そこまで大げさじゃないぞ。情報提供者から知らせがあったわ。うん、どうやらまた新たな変数が現れたようね。囚人もいるみたいだな。みんな浮かない顔で。おいらたち、ちょっ
と気楽すぎる感じに見えるかもな。うん、もうよそのやつの縄張りに入っちゃってるわけだし、ちゃんと囚人を演じないと。もしバレたらヌビレットでもオイラたちを助けられないんじゃないか。お、脅かすなよ。まだ心の準備ができてないぞ。そのお前らのことはよく知らないし、何の罪を犯したのかなんざ見当もつかないが、もしかして怒らせちゃいけないお方でも怒らせちまったのか。ん？怒らせちゃいけないお方？そんなことはないと思うけど。なんだよ、お前の方から声をかけてくれる気になったのか。いや、いい、今はそんなことを気にしてる場合じゃねえ。ここから先は自分たちで行け。いいか、俺の役目はここまでだからな。幸運を祈るぜ。どういうことだ？おい、ここってこんなに警備ロボの多い場所なのか？オイラたち、もうバレたのか？囚人ナンバー7459番、7560番、ようこそ。そんなに慌てないでくれ。これらの警備ロボは何もあんたらとやり合いに来たわけじゃない。こいつらは栄誉霊をやってるだけさ。あんたらがヌビレットさんの友達だって聞いてね、こいつらをここで待たせてたんだ。オイラたちとヌビレットの関係を知ってるのか？海底はあんたらが想像するほど情報に疎いわけじゃないが、残念ながらそのことについて俺が知ってるのはここまでだ。それにお偉いさんの友人ですら何かやらかせばここに入ることになる。公平だろ。公爵様、今日はいい天気ですね。ご機嫌うるわしゅう。ああ、あんたもな。今の言葉のおかげで海の外の天気を想像できそうだ。メロピテ要塞が岸にあれば日向ぼっこしながら話せたんだがな。いや、申し訳ございません。公爵様のお姿を見て緊張してしまい、つい。こいつが公爵なのか。思ってたより若いぞ。旅人とパイムでいいかい？デイキン君による出迎えはいかがだったかな？ほう、そうかそうか。残念ながらデイキン君は囚人生活における最高のチャンスをみすみす見逃してしまった。そう言わざるを得ないな。確かに特別許可権のことばかり考えておりました。がっかりさせてしまい申し訳ございません。もっといい仕事ができればよかったのですが、まさかお二人が公爵様とお話しできるほどの人物だったとは。俺はどうしてこうなんだ。目先の利益にとらわれて大損をしてばかりだ。先は長い、チャンスはまだまだたくさんあるさ。そろそろいいだろう。もう十分やってくれた、リーキン君。はっ、それではお先に失礼いたします。二人ともついてきてくれ。歓迎の意を表してメロピデ要塞を案内しよう。そうすればよりここに溶け込めるはずだ。じきじきに案内してくれるのか。なんだか何考えてるんだかわからないやつだな。道理でシャルロットのやつが興味を持ってたわけだな。謎が多いやつだぜ。とにかくまずは追いかけよう。
かしこまることはない。囚人だって地位の一つなんだ。メロピデ要塞じゃそれは数ある生存方法の一つに過ぎない。管理者のくせにそんな風に考えてるのかよ。オイラたちは罪人なんだぞ。もし厄介な相手だったらどうするんだ。だとしたらあんたらはきっとこの水中世界で輝く存在になれるだろうな。だが腕を振り上げる前に思い出してほしいことがある。メロピデ要塞において一番重要なことはトラブルを起こさず監視に迷惑をかけないことだ。ここは生存するにあたって非常に重要な場所、特別許可食堂だ。毎日一食セットのサービス食を受け取ることができる。受け取ることがってお金はいらないのか。ああ、囚人はメロピデ要塞の運営基盤だからな。少なくとも生存の保証くらいは必要だ。昔はそうじゃなかったんだぞ。以前のメロピデ要塞じゃ水でさえ特別許可券で引き換えなくちゃならなかった。お前さんたちのように入ってきたばかりで何も持っていない囚人たちは腹を空かせながら稼ぐしかなかったんだ。だが公爵様がここを引き継いでからサービス職のルールができた。今じゃたとえ一日中何もしないでいるようなギアなんか一個も触っていない怠け者でも毎日飯が食える。飢えて死ぬってことはまずないね。メロピデ要塞において特別許可権は金だ。どんなものも金を使って買う。ある意味一種の交易の場であるとも言えるだろう。だが取引は人が行うものだ。このシステムを進行するには皆が積極的に仕事をして自発的な生活を送れる環境がないといけない。食事にすらありつけないんじゃメロピデ要塞は不満であふれてしまう。そうなったら俺もいろいろとやりづらくなるだろう。つまりメロピデ要塞がみんなに食事を振る舞うのはみんなに仕事を頑張ってメロピデ要塞の生活環境を良くしてもらいたいからなんだ。おっしゃる通りです。ま、俺が言ったのも事実ですけどね。とにかくここでの努力は必ず報われる。こんなに理屈が通じる場所はなかなか見つからないぞ。確かにそうだよな。そう思ってみるとなんだかここもそんなに悪くない感じがしてきたぜ。おっと、油断は禁物だったぜ。囚人たちが信用してるのは公爵がこういう態度でいるからなんだよな。オイラたちはやっぱり自分の目で確かめないと。さあ向こうも案内しよう。でもいいのよ。ここは鉄拳闘技場。名前通りの場所だ。日頃の仕事だけじゃ情熱を費やしきれない囚人が一定数いるものでね、互いに浪費し合うのを防ぐために専用の場所を使わせてるんだ。他人に迷惑をかけないように。格闘、それに臨時収入か。旅人、興味はあるか。一つ注意が必要だ。うっかり深手を負わせたり相手を死に至らしめてしまった場合は刑期が長くなる。公爵、ここもお前が作ったのか。いや、俺はただ場所の利用許可を発起人に与えて手続き費用を受け取っただけさ。もちろんこれらの費用にもきちんとした用途がある。何に使うのか聞いてもいいか。人身の安全維持、
現場の損傷確認、いざこざの解決などかな。なんだ、闘技場の管理に興味があるのかい？いやいや、オイラはただサービス職ってその手続き費用から出てるのかなって思って。合理的な推測だな。起業家の才能がある。旅人、オイラ才能があるらしいぞ。ここで事業をやってきるかな。そういうことはまた各々計画するといい。今は引き続き他の場所を見ていこう。様、おはよう。じゃなくてこんにちは。今何時だ？いや、時間は人を待ってはくれないから、もう少し時間の概念を身につけた方がいい。申し訳ございません。緊張しすぎて息の仕方も忘れてるみたいだぞ。すみません、どんな失態を。ここは居房エリア、つまり囚人たちが寝る場所だ。後で看守があんたらのベッドの場所を教えてくれるだろう。メロピデ要塞で囚人が主に活動するエリアは生産エリアと居房エリアだ。生産エリアって何を生産するんだ？オイラたちそこで働くのか？必ずそうとは限らない。確かに特別許可権を獲得したいなら生産エリアで働くのが一番安定した方法だ。だが他の方法を探せる実力があるのならサボっても構わない。うわぁ、ここの管理者のくせにサボりを進めていいのかよ。メロピデ要塞が自治状態でも機能し続けているのはほとんどの人が安定した収入のために真面目に働く方を選ぶからだ。生産しているのはフォンテーヌで見られるクロックワークマシナリーだ。そのほとんどがここで作られている。だからメロピデ要塞は囚人たちが服役する場所というだけでなく巨大な機械工場でもあるのさ。具体的な生産過程については説明を省かせてもらおう。実際、さて、今度はあっちに行ってみようか。ああ、びっくりした。まさか公爵様がここにいらっしゃるなんて。働きすぎて幻覚でも見たかと思いましたよ。幻覚は仕事の負担を減らしてはくれないぞ。引き続き頑張ってくれ。ああ、どうした？なんでもないぜ。おいらはただ明日はきっとクタクタだろうなって。
爵？こんな時間に医務室に来るなんて。まさか怪我とかしてないよね？残念だが怪我はない。お気遣いどうも、シグウィン看護師長。じゃあその二人のために来たのね。紹介しよう。ここは医務室だ。この子はシグウィン、メロピデ要塞の看護師長だ。看護師長といっても看護の仕事をやってるのはうち一人だけなんだけどね。こんにちは、新入りさんたち。せっかく患者のいない休憩時間だ。俺らと一緒に夕飯でもどうだい？つまりこの二人はとても重要な囚人さんなのね。ぜひうちも歓迎会に参加させて。今日の案内に完璧な終止符を打てそうだ。感謝するよ、看護師長。あれ、案内はもう終わりなのか？生活に必要なことは全て説明したし、仕事の方は後で指導してくれる者がいる。うん、他に何があったか。実はめったに案内なんてしないんだ。あんたの方から聞いてくれると助かる。オイラたちも初めて来たから何から聞けばいいかわからないぞ。ならとりあえず特別許可食堂に戻ろう。考えるのは食事をしながらでいい。元気出して、ここのサービス食すっごく美味しいんだから。急がなくてもいいのよ。この生活環境は悪いとか言ってたのに。それ超ラッキーな人しか当たらないやつじゃない？君たちすごく運がいいのね。いや、運じゃない。俺の方からウォルジーさんにくじを引かなくてもいいよう頼んだのさ。え？ここのご飯ってくじで決まるのかよ。うん、何が食べられるかは全部運次第なのよ。特別許可食堂のウォルジーさんのちょっとした悪趣味ね。そうだったのか。まあこんなに美味しいものが毎日食べられるとしたら、フォンテーヌの犯罪率は爆上がりするだろうしな。二人ともさっきの言葉、ヌビレットさんを知ってるの？最近はどうしていらっしゃるのかな？お仕事は忙しそう？お体は健康？思うぞ。ずっと真面目に仕事しててちょっと大変みたいだけどな。相変わらずのようだな。看護師長の心配は杞憂らしい。もう長いことヌビレットさんのことを聞いてなかったから。何もないのが一番いいことさ。今度彼と話し合う場があれば看護師長も来るといい。お？メロピデ要塞って法廷の管轄外なんだろ？ヌビレットと話さなきゃいけないことって何なんだ？ここはフォンテーヌにいろんな機械製品を提供してる。必要な物資を上から仕入れないといけないから話し合う機会は少なくない。ヌビレットさんは品行方正なお方でね。どんな問題についてもはっきり相談できるし、話し合いにさほど精神を削る必要もない。だから彼に対しては
相応に敬意を払い、ある程度譲歩してもいいと考えてる。とにかくあんたらのことはヌビレットさんが招待した客人とみなして相応のもてなしをした。ま、残念ながらそれもこの食事までだがな。ここからはきちんと囚人をやってくれ。どういたしまして、新たな生活があんたらを待ってるさ。サービス速を一つ。急がなくてもいいのよ。でもいいのよ。旅人にパイモンだな。新入りはまず何をするべきか覚えろ。いいか、トラブルは起こすんじゃないぞ。お前らのベッドはあっちだ。ついてこい。読んでた日々がこんなに早く過ぎ去るなんて。あ、そういえば今日起こったいろんなことについて話さないとな。公爵のやつはっきりとは言わなかったけど、最後の言葉からしてオイラたちがヌビレットと知り合いだからこそあんなにもてなしてくれたってことだよな。確かにケーキを食べて囚人の身分にはなったけど、それでもオイラたちヌビレットの助っ人なわけだし、もしかして公爵はオイラたちの任務のことを知ってるのか。考えすぎだといいんだけど。オイラもそう思うぞ。元からオイラたちの目的を知ってて、あえてああいう形で伝えようとしたとか。おい、こっちはもう知ってるんだから小細工はするなよみたいな。そうだな、手ぶらで帰るわけにもいかないし、公爵が怖くて帰ってきたなんてヌビレットに言えるはずもないよな。それに公爵は譲歩してもいいって言ってただろ。だから少なくともやってみないとだな。あ、タルタリアの行方の調査、どこから手をつければいいのか。それって、そう、そこなんだ。リネに会った時危うくボロが出そうだったぞ。幸い公爵の態度からするとリネのことも他の囚人と同じように扱ってたし、特に気づいた様子もなかったみたいだ。あの時あんなに頑張ってあいつらの冤罪を晴らしてやったのに、結局囚人になってるなんてな。あ、そっか、リネとリネットはハウス・オブ・ハウスの人間で召使いの手下ってことになるんだもんな。じゃああいつらも調査に来たのか。あ、カードだぞ。さっきはなんで気づかなかったんだろう。魔術師の小道具みたいだからきっとリネが残してくれたんだ。まさか囚人になってもマジックをやってるなんてな。どれどれ、また会えてとても嬉しい。明日生産エリアで会おう。なんか
街中で友達に会った時の挨拶みたいだな。てっきり何か大事なことでも書いてあるかと思ったぜ。そっか、じゃあ明日になったらあいつにいろいろ聞いてみようぜ。今日はもう休もう。おーい、ふう、やっと起きたか。本格的な囚人生活1日目だからな。そういえば昨日の夜、夢の中で看守に尋問されたぜ。全部正直に言ってやっと目を覚ましたけど、いや、だって夢の中のことだぜ。現実でそんなことするわけないよな。お前ら二人ともなぜまだここにいる。腹を空かせたくなければ早く生産エリアに行け。ごめん、今すぐ行くぜ。旅人にパイモンだな。旅人にパイモンだな。新入りはまず何をするべきか覚えろ。いいか、トラブルは起こすんじゃないぞ。お前らのベッドはあっちだ。ついてこい。知ってるんだから。それにだから少なくともやってみな。それってそう、幸いあの時あんなにが あそっか。リネとリネットはハウスオブハウスの人間で召使いの手下ってことになるんだもんな。じゃあカードだぞ。魔術師の小道具みたいだから。またそっか。おーい、本格的な囚人。お前ら二人ともなぜまだここに。
急がなくてもいいのよ。よし、この世を渡り歩くにはより多くの身分を持った方が便利なの。君にもいくつか作ってあげようか。このエリアに振り分けられるなんてついてる奴らだ。おお、昨日ここに入ってきたんだ。俺の話を遮るな。はい。仕事の内容は真面目に聞け。いいか、ヘマはするなよ。ここにある機械はお前ら二人よりもはるかに価値あるものなんだからな。それにここの機械はどれも危険なものばかり。うまくやれば食堂、ヘマをしたら医務室行きだ。とにかくメロピデ要塞はどんな機会も失いたくないし、囚人の生産力も無駄にしたくないんだ。わかったか。わかったぞ。お前たちの仕事はあそこの機械でパーツを加工することだ。タイミングに合わせて踏み台を踏め。もし機械が動かなくなったら拳で修理しろ。これをやる。加工が終わったらパーツを俺に渡せ。特別許可権をやる。Sick!
まあまあってとこか。機械を使った加工だからさほど差は出ないがな。いいだろう、合格だ。特別許可権を支給する。疲れたぞ。これで終わりだよな。監視が怖くて何も言えなかったけど、今すぐ特別許可食堂に行きたいくらい腹が減ってるけど、まだリネとの約束があったよな。あいつも仕事が終わったばかりだろうから、近くを探してみようぜ。人体消失マジックでもやってるのかよ。この近くにはいないみたいだな。他の場所に行ってみるか。まったくどこにいるんだ。まさかサボって寝てたりしてない。ここだよ。うわ、急に出てくるなんてびっくりしたぞ。あれ、そんなに簡単にびっくりするなんて、何かやましいことでもあるのかい。こいつ、やましさの原因はお前を探すことなんだからな。ごめんごめん、早くこっちに来てよ。隠れて話そう。リネット、お前もいたのか。やっぱりお前たち兄弟はいつも一緒なんだな。うん、お兄ちゃんは私から離れられないの。ああ、実はリネットだけじゃなくフレミネも一緒に来てるんだ。覚えてるだろ。ハウス・オブ・ハースの潜水士だっけか。確かフォンテーヌ邸で会ったよな。それより、なんでお前たちが囚人になってるんだよ。オイラと旅人の法廷での努力は無駄だったってことかよ。囚人になるのなんて簡単さ。前に歌劇場で得た人気を利用して観衆をたくさん集めた街頭パフォーマンスをやったんだ。それで集まったたくさんのお客さんたちをパフォーマンスに参加させた。そしてみんなが見守る中で全員の財布を消してみせたのさ。そうしてお兄ちゃんは窃盗犯になり、私は全てを知っててなお手助けをした共犯者になったわけ。まあ実際はそんなに深刻な状況でもないんだよ。消えた財布は執立亭にある大きな書類棚の一番左の引き出しにあるんだから、いつになったら気づくんだか。向こうが気づけば私たちも出られるはず。マジックについては今回のパフォーマンスは完璧だったと自負してるよ。そうだったのか。お前たちらしいやり方だぜ。うん、前に君たちに身分を隠した時にも言ったでしょ。君たちを本当に怒らせてしまうくらいなら僕は君たちに全てを教えてあげてもいい。だから今回も隠し事をするつもりはないよ。今のところハウス・オブ・ハースと君たちの利益が対立してるってわけでもないし、僕たちはハウス・オブ・ハースのお父様、つまり召使い様の命令でここへ調査に来たんだ。やっぱりそうだろうと思ってたぜ。調査内容について言うと、君たちはまだ知らないかもしれないけど、メロピデ要塞にはある秘密が隠されてるんだ。それどころかメロピデ要塞はその秘密を守るためだけに存在しているという人までいる。はるか昔からハウス・オブ・ハースはこの件について調査し秘密を探ろうとしてきた。でもここ最近、手配した偵察員だけじゃなく潜入させた監視までもがみんな跡形もなく消えて音信不通になってる。僕たちはこれを
一種の挑発だと考えてる。だからこそメロピデ要塞にやってきたんだ。すでにお父様がある方法で確認したんだよ。フォンテーヌの神の心は水神フォカロルスの手にはない。そんな重要な情報どうやって知ったんだ？お父様は独自の手段を持っている。でもその多くは私たちには想像することも見ることもできない。結論だけ信じればいいの。その情報からフォンテーヌの神の心がメロピデ要塞の秘密と関係してるんじゃないかって思ってね。結局神の心のためだったのかよ。こっちの方は大体こんな感じだよ。そっちは？ヌビレットさんが君たちを送り込んだの？そうだぞ。召使いがタルタリアの近況が欲しいって言って聞かないから、オイラたちが調べに来たんだ。あ、これって言っていいんだっけ？それなら安心してよ。皇子様の情報を要求することは圧力をかける手段の一つに過ぎないから。お父様が今回フォンテーヌ邸のお偉いさん二人に交渉を持ちかけたのは交代に見せかけた前進さ。言うなれば値切りと同じ。物事の多くには口実が必要。執行官の価値は想像よりも高いのよ。でも全部が嘘ってわけじゃない。もし本当に皇子様の状況を確認できるなら、僕たちとフォンテーヌの外交関係は良くなるだろうし、立場を変えることさえできるかもね。もしかしてタルタリアのことを一番気にかけてるのってオイラたちなのか。執行官同士の関係って相変わらず悪いんだな。そうとも言い切れないよ。お父様の駆け引きの基準は僕たちとは違うからね。そうだ、一つ提案なんだけど、手を組まない？目的は違えどメロピデ要塞での調査をしたいのは一緒だし、互いに助け合えば効率もきっと上がるでしょ。それに君たちも知ってるはずだ。確かにハウス・オブ・ハースが神の心を探す目的は数多くあるけど、中でも一番優先順位が高いのは予言にあるフォンテーヌの危機を何とかすることなんだ。これについては僕たちを信じてよ。ほらね、だから言ったでしょ。そうか、やっぱり協力してもらうよう旅人を説得するのはそう簡単じゃないね。リネ、何か真面目に考えてるみたいだけど。当然よ。お兄ちゃんは前回あなたたちに会ってからいつか意見が一致するってずっと期待してたの。というか今回協力できるのを私たちはすごく楽しみにしてた。リネット、そういうことは言わなくてもいいよ。お兄ちゃん、もっと本心をさらけ出してもいいのよ。慎重だね。うん、君のやり方は相変わらずとても合理的だ。僕もそういう温度感と形での協力に文句はないよ。それに最悪の状況のことも計算してあったんだ。君の答えは僕の考えていたものより随分優しかったよ。それじゃあ早速情報を一つ共有するからしっかり聞いててくれ。リネットとここを調査してみて分かったことがあるんだ。メロピデ要塞には禁域が存在する。ほとんどの人はこれについて話さないようにしてたから話術をちょっと駆使してみた。そしたら監視の口から禁域の存在を確認できたのさ。君たちも調査の時は気に留めておくといい。禁域、もしかしてタルタリアはそこで行方不明になったのか。確かに気に留めといた方が良さそうだな。うん、それこそがメロピデ要塞における最大の疑問だ。他の問題についても早く調査しないといけないけどね。とにかくこの情報が君たちの役に立つことを祈ってるよ。おっと、もうこんな時間だ。お腹が空いてるだろう。早く特別許可食堂で何か食べておいでよ。
今後連絡が必要な時はカードで知らせるから。その言葉を待ってたぜ。こんなに働いてもう腹ペコだぞ。ご飯にしようぜ。調査はその後だ。やっぱり昨日のやつほど美味しくなかったな。はい、だったらいいや。普通の料理も悪くないしな。早く出る方が大事だぞ。でも今のところ看守がちょっと怖いのと、作業が大変ってとこ以外、ここでの生活もそんなに悪くない気がするぞ。そうかい。まここに来たばかりのやつはみんなそう言うがね。どうやら地上での経験は君たちに十分な教訓を授けてくれなかったらしい。表面だけ見ていたら行き止まりにたどり着いた時、一体どうやってその道に足を踏み入れたかってことさえわからなくなるよ。ふん、悪くない態度だね。ヒントを提示してやってもいい。ここにいる奴らは全員ルールを守りトラブルを起こすなと君たちに言ってきたはずだ。だがそのルールが表面上の囚人としての規則だけを指しているわけじゃないってことまでは君たちに教えなかった。ここには隠しルールが多く存在するのさ。え？隠しルール？あ、どんなのだよ。誰もがそれらのルールを知ってるわけじゃない。だが知っていようがいまいが、ひとたび違反すれば死よりも恐ろしいことが待ち受けているかもしれないよ。そうなのか。おいら怖がりなんだ。そんな怖いこと言うなよ。もちろんそれもあるが、そんなのはまだマシかもね。そっか。もし隠しルールなんてものが本当にあるなら、タルタリアの失踪した原因もそれと関係してるかもって言いたいんだな。その隠しルールの内容を教えてくれないか。オイラたちどうにかそれを避けたいんだ。これは人命に関わるほどの情報なんだが、そんなに軽々しく私に聞くのかい？わかったって。でもオイラたち特別許可権はそんなに持ってなくて。わかってるさ。ごゆっくり、十分貯めた後で構わない。というより君たちはまだここをよく知らないだろう。だから今教えたところでさして意味はないのさ。とにかくここでしばらく生活してみてからまた来るといい。私は普段ラグ&ボーンショップの近くにいる。名前はビドックだ。よろしく頼むよ。行っちゃったな。オイラたちを脅かしてるだけって可能性はないか。ね、そうだな。これもタルタリアのことを調べる糸口になるかもだし。隠しルールか。今はあいつの言った通り特別許可権も持ってないし、ここについても詳しくないから、しばらく経ってからまた話そうぜ。あ、話に夢中だったな。もともと美味しくないご飯なのに冷めたらますますまずくなるぞ。早く食べようぜ。